こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は買取サイトの作り方、その商品選び、それからね、どういうポイントに注意するか、それとどんな効果があるか、また作るステップ、これらについて、触りの部分を解説します。まず商品選びですね。これリピートで売れてるけど、仕入れが面倒な商品が狙い目です。中古買取りでいくとたまにはあるけどね、毎回は仕入れられないとか、ヤフオクなら見つかるけどね、毎回は出てないとか、そういう出てるけど仕入れがめんどくさいというようなね、商品をリピート販売してると、その商品を買取サイトで買えると、ぐっと仕入れも安定してですね、なおかつ利益率も上がると。で、仕入れ価格をね、半額以下にできることも多いです。で、逆に言うと、買取サイトを作っても仕入れ価格がね、半額以下にできないんだったら、これあんまり作る意味がないです。それというのも、ね、仕入れの場合はこちらで行って欲しい商品だけ買えますけど、買取サイトでね、欲しい商品だけ買うってことは、事実上できないです。ある程度ね、来た商品全部買わないと、まずその売ってくれた人もリピートしませんし、あるいは、これとこれだけ買えますって言ってね、いらないもん戻してたりしてたらすごい効率悪いんで、仕入れた商品は全部売れると。あるいはね、多少捨てちゃっても全然利益が出るというためには、仕入れ価格を半額以下にできるというのが重要です。で、この商品選びが非常に重要ですね。買取サイトを作る3つのポイント。まずライバルに勝てる商品。これライバルに勝てるってのは仕入れの話ですね。マンダラケとか、駿河屋とか、あるいはね、買取キングとか、そういうとこと比べて、値段が微妙にしか違わないと。ね、10%、20%高く買えますと言ったところでですね、バンバン広告出してたり、知名度があったり、実店舗がある、店と、あるいは、店舗を持たずにね、副業でやってる我々の、サイトと比べて、多少の差だったら、大手のが安心だなというふうに流れちゃいますんで、ライバルに勝てる商品を見つけるっていうのがまず重要です。ここをおろそかにしてサイトを作ってもですね、全く買い取りできません。それと、無料で集客できる商品。これ商品、その商品を絞り込むってとかが第一のポイントですね。で、広告かけて買い取りやるとですね、広告倒れになってしまったり、あるいはね、広告費がどんどん出ていくというのでね、結構なかなか精神的にストレスになる場合が多いんで、無料で集客できる商品を選ぶのがおすすめです。で、実際、買取サイトってね、絞り込めばそんなにライバルいないんで、いくらでもこれは、絞り込むようによっては無料で集客できる商品を見つかります。だから商品探し、ね、商品絞り込むとこまでは、時間をかけて、ある程度テストして、ある程度テストしてっていうかね、私とのやり取りをして、で、商品名で検索したり、いろいろして見つけていきます。ここをね、端折っちゃって、さっさとね、サイトを作って、集客の段取りまでして、ダメだったというのはね、非常にダメージ大きいです。Amazon で売るのと違って、載せるだけでね、結果わかるわけじゃなくて、集客してみないと、ある程度ね、商品を50、100載せて、それから、YouTube なりブログで集客してみないと、買える買えないの結論は出ないです。だからできるだけ初めの段階でね、商品を、これ買えるだろうという商品で作っていかないといけないんで、この商品探しの方には時間をかけてください。それと、見込み客を逃さない商品感がある商品。これね、問い合わせにメールなり電話なりでやり取りするんですけど、この時ね、大手のバイトみたいなトンチンカンなこと言ってたら、やっぱりね、好きで集めてた人とか、あるいは半プロの人がね、不良在庫売るとかいうことで使えますんで、全然知識のない商品を選んじゃうと、問い合わせあっても買い取りにつながりません。そんなわけで、リピート販売できてて、商品知識ある商品、あるいは、ね、趣味かなんかで集めてて、勝手が分かってる商品、これを選ぶのがポイントです。まずこの3つのポイントをクリアした商品を見つけるのが第一の関門。ここが結構重要です。ここを間違えるといくら頑張っても買えません。でね、ただ買えれば、これね、例えば、この実例ってことじゃなくて、イメージ的にですけど、5000ドル程度、売れてる売り上げがあった場合、これをね、買取サイトの運営をすると、2倍の1万ドル。あるいはね、買取がね、なんかの年末の在庫整理とか棚卸とかね、
あるいは、大口の買い取りができたとかいうと、一気に5万ドルぐらいまで、伸びることも十分可能です。何しろね、買い取りサイトはいいですよって言っても、なかなかやる方いないので、やっぱ面倒ですし、やり方が分かんないっていうところが正直なところだと思います。ただ、実際私のサポートで買い取りサイトうまくいってますんで、これはきちんと商品作って言う通りやっていただければ、買い取りできます。でね、商品選びのところでね、割と、めんどくさくなっちゃう方多いんですけど、そこを我慢して、商品選び、じっくり私とやり取りして選んでください。で、商品を選んだら、あとは買い取りサイトを作る。そして YouTube またはブログで集客する。で、買い取りできた事例が出てきたら、それを参考に微調整していくというだけの話です。ね、ちょっと初めの立ち上げるまで、商品選んで立ち上げるまでの時間かかりますけど、早かったらと1ヶ月で変えてます。で、遅くとも3ヶ月で変えてます。で、変えてくれば、あとはね、店舗を回りする必要もありませんし、いつもいつもそう、サイトを見てね、仕入れする必要もないんで、全然効率よく仕入れできますし、売上、利益ともに安定しますんで、ぜひ、買取サイトの作成、チャレンジしてみてください。またご相談の方はですね、お気軽にお寄せください。お待ちしてます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。